このページに載ってる苫小牧市クイズをランダムに出していけばいいのね。うん、いつ聞かれてもすぐ答えられるように鍛えておきたいな。そのページは覚えたと思うんだけど、念のためお願い。オッケー、サクサクいくよ。第1問、苫小牧市を流れる2級河川を3つ答えよう。阿比良川、ビビ川、ユーフス川。すごい。第2問、宇都内湖が国指定鳥獣保護区特別地区に定められたのは何年。1982年。大正解。第3問、苫小牧の風水パワースポットといえば。樽前山神社かな。特に樽前山はずっと昔から神山として祀られてきた素晴らしい場所なんだよ。っていうかそんな問題あったっけ。ごめんごめん、今ならサクッと教えてくれそうだなって思って。にしても樽前山神社か。次の連休の行き先は決まりかな。